皆様こんにちは、林健人です。今日は、お越しいただきありがとうございます。外は雲一つない青空で、本当にすがすがしい幸せな気持ちで、今日この日を迎えることができました。お休みの日に、この映画を選んで、見に来ていただいた皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。こんにちは、さなぎ役を演じました小松菜奈です。今日は舞台挨拶にお越しいただきありがとうございます。この映画は異色のラブストーリーで、こう設定も、まあ、特殊な設定ではありますが、唯一無二の映画になったんじゃないかなと思います。現場で起こる何かを試してみたり信じてみたいなと思い挑ませていただきました。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日は、足を運んでいただきましてどうもありがとうございます。この、作品では僕は監督の柿本監督とは以前から親交がありまして、で今回映画に作品に声をかけていただいたのは初めてでした。なのでどうしても監督の下で、映画に参加したかったですし、強い思いを持って、作品に参加させていただきました。なのでこうやって、無事に皆さんの元にこの作品が届けられるということは本当に嬉しいです。今日は見に来てくださって本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。まだまだ大変な日々が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。今日はようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。私も柿本さんの最初の、まあ、インディーズで作られた作品を見て、好きになりまして、今回、参加できて幸せです。そしてまたこの、公開の日までちょっと長かったんですがね、この日を迎えられて幸せに思っています。どうぞよろしくお願いします。皆さん本日は足を運んでいただいてありがとうございます。やっとっていう感じで、約1年ぐらい伸びちゃったんですけど、僕にとっては初めてのこういった形の劇場映画になって、ここにこういる本当に素晴らしい役者の皆さんとスタッフの皆さんに囲まれて本当に感慨深い思いでいます。ありがとうございます。まず柿本監督にお伺いいたします。今回の作品、虫によって恋の病に落ちていく恋と虫のラブストーリーという設定でございまして、今皆さん見終わったばかりなので、今回こちらに立たれているこの4人のキャストの方々が主要のキャラクターだっていうのはご存知だと思うんですが、はい、本当にこの方々だからこそ成し得た映像世界っていうのがあったと思います。キャスティングでこだわられたところを教えていただいてもいいですか。ですね、本当にこの映画ほぼこの4方なんですけど、物語が多分ご覧になっていただいて分かるかと思いますが、頭で理解して進む時間軸と心で進んでいく時間軸っていうのが2つあって、物理的なこうお芝居、またその心がこう動いていく芝居ってすごくこう難しい時間軸を演じていただくことになったので、本当にここにいる皆さんはその心をこうどうやって操っていくかっていうことに長けていらっしゃいますし、そこを本当に助けていただいたなと思ってます。はい、本当に素晴らしいね、キャストの方々のコラボレーションでございました。ありがとうございます。さあ、それではキャストの皆さんにお話伺っていこうと思うんですけど、まず今回の作品なんですけれども、異色のラブストーリーということでちょっと紡ぎ合わせながらお話を伺いたいと思います。井浦さんが非常に林さんと小松さんのこう2人のこう空気感が素晴らしいっていうのも先ほどの、ね、舞台挨拶でもお話しされてたんですけれども、そこでまず井浦さんに伺いたいと思います。はい、林健人さんをこうずっとね撮影中もご覧になられてたということで、はいはい、林健人さんの異色というか意外な一面発見みたいなところを教えてもらっていいですか。はい。ですね、僕、この作品では、合計7日間、きっと6日間も撮影に参加する日数としてはなかった。結構
まあ、少ない、全体の撮影からしてみると少ないので、ケント君とお話しするチャンスも、しかも2人での芝居場っていうのはそのうちの3日間ぐらいしかなかったかもしれないんです。で、僕にとってチャンスは、ケント君とコミュニケーションを取っていくチャンスは本当にもう数えられる中で、さあどうしようか。でもまあ撮影の現場はそんななんかキャキャワキアイアイとやってるものでもやっぱなくて、皆さんやっぱ真剣に作品に向き合うものなので、そんなワーワーキャキャやってるものではないんですけども、まあ、それでもちょっと10年ぐらい前には同じ作品で、はい、参加したことあったんですけども、はい、ちゃんと、目を見て向き合ってお芝居するの初めてだったので、ちゃんと、なんかこう交わってぶつかっていきたいなっていう思いを持って、ケント君とお芝居させてもらったんですけども、皆さん見ていただいて、2人で車に乗ってるシーンって結構描写があったんです。で、まあ、本当2人っきりの空間になりますし、撮影も1日、まあ、半日かけてシーンを撮っていくんですけど、まあ、これの話は意外なというよりかは、皆さんケント君のファンの方はうんうんってなるかもしれないんですけど、僕はとにかくケント君の笑顔を、素の笑顔を見たいなってずっと思いながら一緒にお芝居してたんです。で、それがですね、車のシーンとかは2人で乗り込んで、まあ、走り出すんですけど、お芝居の会話以外全く会話がなかったんです2人で。僕結構なんかツンツンやって見てるんですけど、はい、そうですね、はいって帰ってくることが、いや、もうそういうまあ、ちょっとコミュ障入ってらっしゃるんだろうなとは、まあ、僕もどちらかというとそっちなタイプなんで、饒舌になんかこう、あとこうだと年上だから、だから頑張んなきゃなって思ったぐらいなんですけど、僕もなかなか緊張しちゃって話せなくて、ただやっぱちょっと、いや、年上だからちゃんとこっちからそれ崩さなきゃなと思ったんですけど、全く崩せませんでした。それが意外なというよりかも、ちょっとまあ自分の、まあ、負けやっぱケント君壁分厚いなと思ってでも今日は朝からものすごい自然な笑顔で話してができてて、何だったんだろうなっていう撮影期間何だったんだろうなっていうのが、僕がケント君にとの、2人の物語のある一部をちょっと、はい、だからなんか意外っていうよりかも、意外じゃないかもしれないんですけど、でもなんか、はい、そうです、それが僕がケント君に思ったことです。ありがとうございます、はい、分厚いです壁がどうなんですか林健人さん、それは。いやそうですね、でも本当は新田さんはやっぱり自分がこの仕事を始めた頃にやっぱり本当に見ている方、役者さんで、その前にご一緒させていただいた現場でも、なんていうんですかね、印象で言うと本当に、さっきの舞台挨拶でもおっしゃってたんですけど、自分のシーンじゃないところでもこういろんなことを現場に見に来てくださったりとか、前の現場もあったと思うんですけど、なんか本当やばい役作りの役者さんっていうなんかイメージがありまして、だからやっぱり緊張はありますね、未だに本当に、はい。でも最近ちょっと登山とか興味あるんで、また教えてください、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。いや、なんだかすごく微笑ましい感じなんですけど、でも小松菜奈さんはご覧になってて、はい、じゃあ小松菜奈さんから見た林健人さんのこう、あ、意外な一面発見っていうところありますか。今回プロモーションでずっとご一緒だったので、その中で意外なとこ見つけました。はい、本読めそうで読まないんですえ、すごい、私は
あの読んでる方なんだろうなって思ってて、あの取材の時でもじゃあ好きな一冊の本ありますかって言った時、私結構読まないので私絞り出す方なんですけど、ケントさんもそういうタイプの方だったのですごい安心して、なんかあのでもあのそのお気に入りの一冊がめちゃくちゃ分厚くておーってなって、でもなんかそれあの、それ読んだんですね、そんな分厚い本すごいですねみたいな話をした時に、いやなんか途中でやっぱ眠くなっちゃうんだよねって、ちょっと結構マイナスイメージが過ぎないか大丈夫いやでもすごい意外だったんです、すごい意外な部分で、なんかお互いなんかこう本はたくさんいろいろ買うんだけどね、なかなか読むと眠くなっちゃうよねっていう話をして、なんかその部分がちょっと意外でしたね。はい、そうなんですね、ありがとうございます。はい、うん、でもその本じゃあたくさん持ってらっしゃるんですか？もうたくさん本棚はこう大きいのがあるんですけど、手をつけていないのがほとんどで、はい、いつか読むだろうとずっと取っておいてあります。はい、じゃあその時はぜひねまた聞いてみたいと思います。ありがとうございます。さあじゃあこれ同じ質問を今度は石橋亮さんに聞いてみようと思うんですけど、小松菜奈さんのここは意外だったぞっていう一面を教えてもらっていいですか？あ、その前に健人君 の、 あのちょっとだけいいですか？いいですか？あの私もあの井浦さんと同じようにあの死因的には少ないんですよね。ただ数年前に、NHK のドラマで、健人君と息子と父親役で共演させてもらいまして、もうその時から壁は厚かったですそして今回も現場に行きますとやっぱり壁が厚くてですね、で一緒のシーンじゃないんですけども、まあ、あの今日ほどまだコロナが深刻じゃない、まだ2020年の2月3月でしたから、まあ、それでも役柄的にマスクをしてゴーグルをつけて防護服みたいなのをかぶってますので、なおさら壁が厚いなというふうに思いました。でも今日は本当にね、あの朝からすごくにこやかで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それで奈々さんはあの初めてご一緒しまして、それで、もう皆さんご覧になったと思いますけども、家を出ていこうとする孫娘を止めるおじいさんってことで、で映画の場合はあのやはり、リアルな部分が重要だと思いますので、アクションのシーンでも手をあまり抜かないというか、本当にある程度力を入れる、そうしないとそのお互いの遠慮やバレがスクリーンに映ってしまうっていうのがありますので、リハーサルである程度力を入れてやりましたら、奈々ちゃんどうって言ったら、あ、全然大丈夫ですってことだったので、本番も思いっきり力を込めて、まあ、その二人のその揉み合うシーンを撮ったんですけども、ですので、意外なシーンというのは、意外なところっていうのは、小松菜奈は屈強だっていうね、頑丈であるということです。女優魂ですね。私は頑丈です、大丈夫ですじゃあこれちょっと林健人さんからも聞いてみましょう。どこか意外な一面、小松菜さんのところ見つけましたか？意外な一面は本当に今日もそうですけど、異色で言うとやっぱり存在感が、もう女優さんとしてのやっぱりちょっと異色だなと思うんですけど、でもお話ししてみるととってもいい意味で普通の感覚を持った接しやすい方で、壁厚くなかった奈々ちゃんとは、あ、そうですね、はい、やっぱりある程度僕は期間がないと、はい、そんな最初から話すもんじゃないと思っているので、はい、ですね。でも本当にその、まあ、異色っていう意味ではいつも驚かされるんですけど、今日ももうなんかスターウォーズに出てきそうなどこかの星の王女みたいな格好で、いつも奈々ちゃんとここまで取材とかいろいろ宣伝活動をやらせていただいて、朝現場に入って僕のスタイリストさんたちとまずは、今日の奈々ちゃんの衣装をちょっと確認しましょうと、
そこに負けない一緒に並んでしっかりとこうかすまない林で行こうっていうような話をして、今日は、見させていただいて、僕の楽屋では、今日の奈々ちゃんは、往生できましたというような話し合いがいつも行われておりました。小松さん、そんなこと、ね、言われてるって知ってました？知りませんでした。壁、あのメイクルームの壁は薄いんですけど、そんな話はなく、でも今日あのケントさんも模様がこうちょっと寄生虫みたいな一緒の模様だったので、はい、合わせさせて、はい、お揃いです、はい、やってますよね皆さんね、はい、ありがとうございました。さあ、もう一つちょっと共通質問できればと思うので行ってみたいと思います、まあ、今回の作品は虫の仕業で運命の恋に落ちるというストーリーなんですけれども、皆さんが今まで経験されたこれ運命の出会いかもというエピソード、これ人でも物でも結構です、披露してもらいたいと思ってるんですが、林さんどうでしょう。はい、今回の現場で、のメイクさんが、あの僕が10代の頃に一度ご一緒させていただいた井川さんというメイクさんなんですけども、あの今回も10年ぶりぐらいで、本当にその時のまんまお母さんのように、接してくださって支えてくださって、で、まあ、これちょっとその壁が厚いエピソードの、まあ、言い訳なんですけど、本当に難しい作品で、さっき柿本さんがおっしゃっていたように、その心の変化していくその様がとってもこう難しくて、あの撮影も撮り順がバラバラで、自分の中でこういろいろなことを整理して毎シーン毎シーン臨まなきゃいけないっていうような状況で、朝現場入ってメイク時間もずっとこう台本とにらめっこしてた記憶があるんですけど、そんな中でその井川さん、あメイクさんが、さりげなくクラシックミュージックをなんかかけてくださってたんですよね。でその時に、なんかすごく集中できてゾーンに入ってたというか、でなんかいろんなひらめきとかがあったりして、あまりそういうクラシック音楽とかそこまで聴いてきてる方ではなかったんですけど、もうメイクが終わったこともなんか気づかなかったぐらいなんか集中してたんですね、すごく。でそれがあの後から聞くと、藤子ヘミングさんっていうピアニストの、世界的ピアニストの方の音楽で、その出来事からずっと何か集中したい時とか、なんか、こう行き詰まった時とか、その藤子ヘミングさんのピアノを聴くようにしていて、まあ自分にとってなんかそのスイッチを入れるための毎日のテーマみたいになっているので、運命的だったなと思っていて、そしたら今日ですね、あのその話をしようと台本を読んで決めて、来たんですけども、なかなかコンサートがチケット取れなくて、で今日またネットでその自分の仕事のスケジュールとの兼ね合いでなかなか難しくて、そしたらちょっと今度のコンサートのなんか2階席に1席だけポツンって空きがありまして、取ってきました。お、はい、よかったです。お話です、はい、運命ですね。はい、以上です。はい、ぜひみんなもね聞いてみたいと思いますね。さあ続いて小松菜奈さんどうですか。はい、すごい個人的なことになるんですけど、私の周りに名前でゆうすけさんとまいさんっていう人が多いっていうのは、なんか夫婦すごい仲いい方で、その2組いるんですけど、夫婦でまいさんとゆうすけさんっていう方が2人いて、いやこれは運命なんじゃないかなって思うんですけど、でもきっとこの会場にもゆうすけさんっていう名前の方かまいさんっていう方はいるんじゃないかなって。いますゆうすけさんまいさん。あ、いた。あ、いた。ほら、おいた。すごい。あら、運命の、はい、は相性がいいと。そう、なんかそのいつもこう話になると、そのお互いのそのゆうすけさんまいさんの話になると、どっちの話をしているのかもう分からなくなるというか、お互いになんかでも本当にこう引き合わせるのってあるのかなって思いました。え、お友達にナナさんはいますか。あー、共演した方はいるんですけど、そうですね、なかなかでもいないですね。はい、そっか、
じゃあこれからちょっとね、ゆうすけさんとまいさんね、はい、チェックですね、はい、ありがとうございま す、はい、います。さて井浦新さんいかがですか。はい、ですね、僕あの毎年誕生日にあのバースデー登山をするようにしていて、あの現場があってもその日は仕事しないって決めたりとかして、誕生日はどっかの山登るんですけど、今年山梨県のあの金峰山っていう山がありまして、でそこに一人で登山をしに行ったんですけど、もうその1日しかこう、まあ、チャンスがないので天候がどうであれとりあえず現地まで行ってなんですけど、山現地まで行くともうあの曇り ですごい霧も多くて、あのもう全く景色が見れない状態でずっとだったんですけども、ずっとそれで登山を始めて、でなんでその山に行ったかっていうとですね、あの山頂に五条岩っていうあのとんでもない巨石がありまして、でなんかそこ巨石を目指してあの登山したんですけど、あのもう全然見えなくて、でその、 あの山道もずっと山道登りながら、真っ白だなこれきっと、登っても頂上行ってもあの景色は望めないなって思いながら、まあ、3時間ぐらい登っていったら、頂上に着いた途端にあの最初は五条岩はもう霧に隠れてたんですけど、あの着いて荷物を下ろしてなんかカメラを出してとかなんかやってたら、突然霧がびっくりするぐらい晴れて、五条岩が本当にもう登場みたいな、なんかそんな状態で、でそこから五条岩だけじゃなくて山梨と長野の県境にある山なんですけど、その山梨と長野どっちもこうクリアに見えるような状態になって、あの五条岩が本当なんか誕生日プレゼントしてくれたような、あのなんかそういう山とか自然って時としてやっぱそういうなんか呼ばれてしまうというか、あのすごいギフトをいただけるんですけど、なんか本当それはなんか運命というよりかはなんかこう運命的というよりかは何でしょうね、あの偶然にしちゃちょっとなっていう、すごい必然のなんかあの山のギフトをいただいたっていうのがあります。山と会話ができるんですね、はい、できません、できません、やめてください、そういうおかしい人になっちゃうそういう方向に持っていかないでください。いや素晴らしいですよね、はい、ありがとうございます。井浦さんと山登れば晴れる、そんな気がします。さあ続きまして石破さんいかがですか。はい、私は2人恩人がいまして、一人の方は九州は博多のラジオ局のディレクターの方でした。この方が背中を押してくださって、プロをデビューすることができました。そしてバンド活動をずっと続けてたんですが、ある時、限界を感じまして、もう田舎の九州に帰ろうと思ってた時に、原田芳雄さんのお宅で毎年忘年会があってたんですけども、そこにお邪魔してた年に、どこからか今日は増田優作さんが見えてるってことを聞いたんですね。でも本当にもう直感的でした。もう自分の今抱えてる問題相談に乗ってもらえるのは優作さんしかいないって勝手に思ったんですよ。で優作さんが飲んでらっしゃる前に行きまして、正座をして、あの初めまして石橋と言いますったら、ああ知ってるよと、で何だいっておっしゃるので、実は今悩んでます、で話を聞いてもらえませんかって言ったら、分かった、じゃあ一日うちに来いということでお宅にお邪魔しまして、でいろいろそれまでの経緯なんかを話しましたら、ああ分かったと、お前いつか映画で顔と名前を売れとおっしゃったんですね。でそれから半年後にまたお宅に呼ばれまして行ったら、優作さん監督主演のアホーマンスという台本がもうありまして、お前この役をやれということで、まあ、本格的な作品に参加したのはその時初めてでした。ですから私にとってはそのお二方が恩人ですし運命の人です。いきなりレジェンドのお話でございます。ありがとうございます。
ょっと鳥肌が立ちますね。じゃあ監督どうですか。僕あんまりあの運命っていうか、まあ、人生にあんまり偶然はないと信じている派で、まあ、信じたい派なんですけど、ちょっと変な話があって、自分の会社の名前がコネクションっていう会社の名前で、どこから来てるかっていうと、22歳の時に初めてブラジルに行ったんですね。初めて行った海外がブラジルで、でブラジルはサルバドールっていう、まあ東の端っこの、まあ、村があって、すごい素晴らしい場所 で英語もポルトガル語も喋れないのに、そんなとこ行っちゃって、まあ、ガイドしてくれた2歳上の人が、そこから町からさらに車で9時間ぐらい走ったところの山に連れてってくれて、3日ぐらいずっと山を登っていくんですよ。で3日かけて滝の上に泊まって、で3日後にブラジルのこう中にこうひっそりと青い洞窟があるんですね。幻想的な洞窟 で、ね、まあ、言葉もわからないんで、帰り下山しながら片言でこう喋ってると、まあ、マウリツォっていうんですけど、その彼が、僕と君があったのはコネクションだよって言うんですよ。で僕はそれまでコネクションっていうのがあんまりいい言葉だと思ってなかった。コネでなんか大学入るとか、でもなんかこれは初めから決まってた運命だから、僕はこの特別な場所に君を連れてきたんだと。でそこから十何年経ってロサンゼルスに行った時に、ロスの友達に電話しようと思って、藤谷彩子さんって女優さんがいるんですけど、で電話しようと思って電話したら、会おうよと。でちょうどあなたのことを話してたと。何を話してたのって言うと、まあその藤谷彩子ちゃんの隣にいた人が韓国人のカメラマンの方で、ちょっと紹介しようと思ってたんだと。で今どこにいるのって、10メートル先にいたんですよ。そうで、そのオールドボーイっていう映画のカメラマンだったんですけど、そのまま、まあ、韓国料理屋さんに行ってこう話をしてたら、まあ、ちょっと会社を作ろうと思ってると。でコネクションっていう名前がいいと思ってて、でなんでかっていうと、まあ、日本には縁ご縁っていう、まあ、言葉があって、まあ、それを直訳する英語はないんだけど、もしかしたらそれはコネクションなんじゃないかと思って、それがいいなと思ったんです。そしたらたまたまその人もさっきその話してた、あ、やっぱいい言葉なんだなと思ってっていう。それはミラクルですね。はい、ね、その名前ずっと大事ですね。はい、どうもありがとうございました。さあ、あっという間にお時間が近づいてまいりましたので、最後に監督そしてキャストお二人からご挨拶をいただきたいと思います。まずは柿本監督、お願いいたします。本当にこの映画にクランクインする日かな、なんかもう世の中がどん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 ちょっとよく分かんない方向になっていって、みんなの前でなんかちょっと喋んなきゃいけないみたいな時があって、スタッフとかキャストの皆さんの前で一言だけ喋った時があるんですけど、もう今何が本当なのかとか、何が正しいのかとか、もうよく分かんなくなってると。でもこの映画は心をテーマにした映画だから、もう今信じるのはいろんなことあるけど、自分の心だけ信じてみんなこの映画を作りましょうって言った記憶があるんですけど、なんか困った時は本当に自分の心にこう皆さん耳を傾けていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして小松菜奈さん、お願いします。はい、今日はお越しいただきありがとうございます。この作品の中で閉園してしまった豊島園だったり、ヴィーナスフォートもなんかそう なんかこうなるっていうのをお聞きしたんですけど、なんかこう、まあ、私たちにとってもこの作品ですごくお世話になった場所でもあって思い出の地なので、この作品でその最後を残すことができてよかったなと思いますし、私もう25で制服姿っていうのは
なんか正直きついです。もうさすがにもう25歳で制服をずっと通して現役で高校生っていうのはやっぱりきついなと思ったんですけど、まあそれはちょっとお仕事なので今回でもなんかこうまあ見納めというか、まあ、この作品で最後なのかなと思って、私は思ってます。まあ、このヴィーナスフォートもだし、豊島園もだし、まあ、いろんな意味で最後のものをなんかこの映画でお楽しみください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では林健人さん、お願いします。はい、今日はありがとうございました。まだまだ息苦しく感じることも少なくない日々が続くと思いますが、この映画の登場人物たちのように、大切なものに目を向けて、ぬくもりを感じたりだとか、本当に身近にあるささやかな幸せをかみしめて、一緒に、頑張って生きていきましょう。はい、今日は本当に天気がいいので、双眼鏡を持ってらっしゃる方がたくさんいるので、この後どこかに東京のスカイツリーとかなんか出かけられたらいいんじゃないかなと思って、僕もどっかにちょっとお出かけ、あ、そっか、夜まで、あ、もう夕方までか、もう一回います。絶対夕日とかも綺麗だと思うので、なんかそういう本当になかなかない青空だと思うので、そういうものからいろんなことを感じて、はい、まだ一日長いのでいい一日をお過ごしください。今日はありがとうございました。